九州鉄道記念館は、福岡県北九州市文字区清滝2丁目3番29号に、ある鉄道に関する、博物館である。2003年8月9日に開館した。文字公駅の近くにあり、館の土地、建物、展示物は、九州旅客鉄道の所有物であるが、管理運営は、北九州市の指定管理者。 九州鉄道記念館運営共同企業体が行っている。敷地面積約7800平方メートル。旧礼マイル表がある。また、2007年11月30日には、本館が近代化産業遺産に認定され、2014年には、国の登録有形文化財に登録された。本館、車両展示場、ミニ鉄道公園の3つのエリアで構成されている。 本館は1891年に建築された赤レンガ作りの初代九州鉄道本社社屋を転用しており、九州鉄道の客車チ部37号をはじめ、鉄道模型やヘッドマークの展示、文字工、折りおの運転体験ができる運転シミュレーター、キッズルームなどがある。車両展示場では鉄道車両給料が保存されている。日本の鉄道の博物館では、 全国初であるミニ鉄道公園では屋外に設けられた 450mm ゲージのレール上を走る模型鉄道車両に乗車し運転することができる。ただし実際は自動運転である。入場料は大人300円、子供150円で守護かを利用または提示する場合、文字公駅からの乗車が有効となる乗車券類を提示した場合は2割引きとなる。 館の隣に、小倉総合車両センター文字交発室がある。車両展示場は営業線と接続されていないが、車両展示場の隣に留置線がある。この留置線を利用して、鉄道車両の展示が実施されることがある。2013年、開館10周年リニューアルに際し、中央ゲート横に前頭部展示コーナーが設けられ、車両展示場にも、 寝台客車の追加が行われた。いずれも運転台を見学することが可能。このほか2002年2月22日に発生した、鹿児島本線列車衝突事故で廃車になった、区波810から2の前頭部が、運転シミュレーターとして活用されている。戦術の区波810から2の前頭部を利用した。 シミュレーターが設置されている。制作は音楽館。モックアップのシミュレーターが多い中、実車の廃車体を利用したシミュレーターは珍しいという。開館当初は文字庫西国ら館を吹くのみであったが、2011年のリニューアルで文字庫をオリオマに延長されている。ここでは2011年のリニューアル後について説明を行う。 モーター音は8 1 1系、P1 編成で収録。映像はカメラの取り付けの都合上、8 1 3系、R205 編成で収録したものを使用している。レベルは、ビギナー、ノーマル、プロフェッショナルの3つ。ビギナーでは、音声ガイド画面、ガイド、ノーマルでは、画面ガイドによる操作支援を行っているという。 プロフェッショナルモードではこれらのガイドがなく、さらに ATS 動作時に ATS 確認ボタンを押さないと ATS 非常ブレーキが動作するようになっている。また、液晶式スタッフが設置され、プレイ開始時刻から自動的にオリオまでの臨時ダイヤを生成しているという。運転評価は、信号、制限の遵守、定時運転、停車時衝動、停止位置目標との誤差。 非常ブレーキ動作の5項目、各20点の持ち点で、減点方式により評価され、運転後に採点と、それに応じた称号がもらえる。称号は、ビーギナーが、もう少し頑張りましょうと、よくできました。ノーマルプロフェッショナルが、見習い運転士、一般運転士、指導運転士となっている。車掌の音声が実装され、ユーザー交代ごとに女性と男性が入れ替わり、 案内放送を行う。また、音楽館特有のオーバーラン後のお詫び放送も収録しているという。なお、3段階からのレベル選択、プロフェッショナルでの ATS 扱い、車掌放送などは JR 九州からの希望で実装された。ありがとうございます。